ペリューの軽な縦笛は、縦に構えて吹く笛の総称である。肝の縁に息を当てる物先ぼそのボアを持つ者、直立姿勢で演奏できるように設計されたジョルジフルートなどがある。縦笛は、横笛及び、玉笛と対比される。肝の縁に息を吹き込む笛には、過去骨笛、小、炭素、カバル、ナーイ、軽な、尺八がある。 先細のボアを持つもので最も親しみがあるのは、リコーダー、ティンホイッスル、テイワーバパイプである。ある歴史的な変種は、やや、テーパーボアと、上面に6つの男を持つ。背側の親思考はない。単一のキーを備えた、小さな側部を持つことがある。音域は二オクターブ強で、一般的な調整は2条長である。しばしば、リコーダーと間違われるが、この楽器は、 親やしを少し開けて、基本倍音を打ち消すのではなく、音域を変えるためにオーバーブローする必要がある。横吹きでありながら垂直に構える珍しい変種として、標準的なフルートの特別なバリエーションがある。このバージョンでは、標準的な横吹きフルートの頭部管を疑問不常に曲げて使用する。また、障害のある人のために、片手で演奏できるように改造することもできる。 ありがとうございます。